ちゃダメですよ。お昼寝するならちゃんとお部屋に行きましょう。うん。委員長様のご配慮があったからこそベルフに行けたんですし、では坊ちゃん、お部屋に戻っていてくださいね。俺も一緒に行きます。あなたは俺のためにベルフェまで一緒に来てくれました。学院長様に事情を説明するなら、俺も一緒に行くのがすべ。ということなので、坊ちゃん。寄り道してはダメですよ。わかった。行きましょうか。申し訳ございません。俺のために協力してくれたんです。だからこれは全部。それはそのすみませんでした。長様、ありがとうございます。
そうか。その節は皆様にも大変なご迷惑を。いえ。ああ。ねえ。それは、その、俺の恋人なので、あまり近づかないでください。なるほど。大丈夫？いえ、今日は従者の皆さんにこの部屋を。今日は従者の皆さんにこの部屋をお借りしたんです。あなたと。ゆっくり過ごしたくて。はい、そうです。どうぞ、座ってください。
ベタですみません。でもこれが一番俺の気持ちが伝わるかと。俺が食べさせてもいいですか？俺の気持ち受け取ってください。いいですよ。ですよ。美味しく焼けていて安心しました。キスしていいですか？
我慢できなくて。